名鉄グランドホテルは名古屋市中村区名駅一丁目2番4号にあるシティホテル並びにその運営会社である。1967年10月3日に名鉄バスセンターメルサを含めて建設された名鉄バスターミナルビル内に開業。駅、バスターミナル直結型のホテルで名鉄のシティホテルの本店にあたる。名鉄グループである特性を最大限活かし、 名鉄名古屋駅、名鉄バスセンターと直結する利便性と名鉄グループの名鉄犬山ホテルを名古屋観光ホテルと合弁で運営したノウハウを活用したシティホテルらしいサービスを併せ持つホテル。開業した九百六十七年を含む九百六十年代後半から九百七十年代前半は当時の土川元名鉄社長と犬猿の中と言われた 佐伯勲伊近鉄社長が愛知県への構成を強めていた時期であり、当ホテルは名古屋駅前の名古屋都ホテルに対抗するために作られた。開業当初のシングル一泊価格は1800円と安価に設定され、連日ほぼ満室になった。18階には203フィートにちなんだスカイラウンジ203がある。1985年11月15日に、 名古屋駅西口に新館として、名鉄ニューグランドホテルを開業した。2007年に客室をすべて改装し、イメージを一新した。ホテルが入るビルの1階は、名鉄百貨店メンズ館になっており、ホテル入り口はないため、1階、または、地下のエレベーターホールからホテル専用エレベーターで、フロントのある11階まで登る必要がある。 名鉄スカイパーキングからは一度6階に降りてからホテル専用のエレベーターで登る形になる。名鉄バスセンター3階からもホテル専用エレベーターに行ける。名鉄グループ提供のふるさと機構では開業間もない頃に作られたと見られる古い CM が平成に入ってからも流れていた。名古屋鉄道の2017年3月29日の名鉄名古屋駅再開発計画により、 名鉄百貨店、名古屋近鉄ビル、大手町建物名古屋駅前ビル、日本生命、笹島ビルも建物を一体化して、ホテル施設も改築予定される。近鉄グループも、名駅エリアにおけるホテル事業に意欲を示しているための再開発計画に乗った形となっている。再開発計画着工の2022年度までは、既存施設で営業を続ける。 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目2番4号。ありがとうございます。